奈良ファミリー、奈良、ファミリーは奈良県奈良市最大寺東町2丁目に立地する1972年に開業した日本初の二角型大型のショッピングセンターである。各店舗として百貨店の近鉄百貨店奈良店と GMS のイオン奈良店が出店しているほか、約150の専門店や公共サービスセンター、秋市の音楽堂などの文化施設がある。また、 三つの別館も存在し、駐車場近くの別館三号館には、歯科診療所、クリニック、HIS などが入居している。別館一号館には、近鉄文化サロンならがあり、二号館は、加藤ビル。略称はならァ。シルクロードの東の終着点であった平城京、平城風跡の付近に立地していることから、シンボルキャラクターは、シルクロードを旅する。 ポコラという名前のラクダとなってい、なお、会員カードとして、ラクダカードを発行している。ダイヤモンドシティ、現イオンモールにより、積極的に郊外型ショッピングセンターの建設を計画していたジャスコ、現イオンは、郊外立地の将来性を確信し、日本で初めてとなる二つの各店舗を持つ郊外型、ショッピングセンターの計画を立てた。 当時郊外立地の出店を考える百貨店は少なく消極的だったこともあり難航。しかしながら、西大寺という立地に興味を抱いたのが近鉄百貨店であった。西大寺は親会社の近畿日本鉄道の路線が集中する用となる場所であったからである。また、西部百貨店が衛星都市の高月に百貨店を出店する動きが出たり、なら、 ファミリーの各店舗候補に阪急百貨店が興味を示せるなど、ジャスコが他社資本と提携する可能性もあったことから、自社系列エリア内に他社店舗ができることを嫌ったことが理由とされる。そのため、近鉄の資本参加を条件に出店を決定。1970年12月にダイヤモンドシティと近鉄百貨店との共同出資によるダイヤモンドファミリーを設立し、 近鉄山と最大寺駅前に日本初の二カショッピングセンター、奈良ファミリーとして1972年3月14日に開業した。オープンの時間には、ひばる近鉄百貨店副社長、岡田拓也ダイヤモンドファミリー社長らがテープカットを行い、近鉄百貨店吹奏楽団が演奏を行った。建物は地下1階、地上5階、一部2階で、 ジャスコ奈良店と近鉄百貨店奈良店、東方文化センター、藤影着物教室、若葉、料理教室、可愛い音楽、体育教室、レディスアカデミー読売の他に、100余りの専門店が入居していた。敷地面積は2万1450メートルで、延べ床面積は約4万1600メートル、駐車台数は600台であった。その後、 立地する奈良市最大自治区が奈良市福都心としてのターミナル化が進み、証券環境が大きく変化したことや消費者ニーズに応える各施設への改善のため、ダイヤモンドファミリーは1992年9月30日まで100メートル離れた駐車場に建設された仮施設に店舗を移し、全面建て替え工事に踏み切った新店舗への相当資額は 約400億円で、設計は、東俣建築事務所。また、総合元受けは、三菱商事大阪支社で、建築志向は、清水建設、第二本土木村、村本建設、三菱建設、三和 JV、設備志向は、近電、テクノ飛車は、西原衛生工業所大阪店、三菱電機、日本オーチスエレベーター。そして1992年11月14日、 文化、情報、サービス施設を備えた多機能複合型ショッピングセンターならファミリーとしてリニューアルをオープンした。新店舗のイメージテーマはシルクロードファンタジーであり新たに NTT、旅行サロンなどの生活情報機能施設、パスポートセンターなどの行政窓口が入居。ショッピングだけでなく文化、情報、サービス機能を備えるアメニティセンターを目指したものに 生まれ変わった。ショッピングセンターで本格的な音楽設備を備えたのは奈良ファミリーが初めてであった。なお、周辺に立地する奈良総合閉店後は伊東洋稼働奈良店を経て、現在はミノアラや中型ショッピングセンターの差別化を図るため、各テナントの一つである近鉄百貨店のリニーアルは特にハイレベルなものになった。全面建て替えによって、 ジャスコ直営面積が7828メートルから1928メートルに約1.5倍以上なのに対して近鉄百貨店は9789メートルから3289メートルへの約3倍に増えた。店舗デザインのイメージはヨーロッパのリゾートホテルとし近鉄アート館でのノウハウを活かして新たに秋市の音楽堂や近鉄ならホールが設けれた。 2002年、近鉄百貨店奈良店は、約2億2000万円を投じて2から6回の改装工事に着手。同年9月26日にリニューアルオープンした。また、同年11月には、消費者ニーズの変化に対応するため、奈良、ファミリーも、未来型リージョナルショッピングセンターへの再構築を、テーマに、店内の全面改装工事に着手した。 その後第一期として12月6日に、専門店フロア、2から4階、6階の一部、翌年3月6日には、第二期として、専門店フロア、地下1階から1階、6階残り、ジャスコ、近鉄百貨店、地下1から1階の一部を、リニューアルオープンした。奈良ファミリーの改装には、ダイヤモンドシティキャラ、現イオンモール川口前川や、ダイヤモンド式テ,テラス、現 イオンルイタミでのノウハウが活かされ、新たに500席ある、フードコート、フードオアシスが設けられたほか、ヤングカジュアルの強化が図られた。近鉄百貨店なら店リニューアルなら、ファミリー第一期リニューアルなら、ファミリー第二期リニューアル。イオンなら富ヶ丘ショッピングセンター、現、イオンモールなら富ヶ丘やイオン高野原、ショッピングセンター、現、イオンモール高野原が開業したのに伴い、 2007年3月15日に約2億円を投じて1階部分をリニューアルオープン。さらに2007年5月26日には約1億円を投じて屋上を屋上庭園、スカイガーデン、約4000本のラベンダー、約680メートルの菜園及び野草畑、約900メートルの芝生ゾーン、イベントステージに用途転換し、菜園の貸し出しを始めた。また、 2009年3月20日にも2回と3回、専門店街を中心にリニューアルをオープンしている。なお、当初運営していたダイヤモンドファミリーは、近畿日本鉄道の撤退によって2006年3月1日にダイヤモンドシティに吸収合併された後、ダイヤモンドシティも2007年8月21日、イオンモールに収めむされた。また、2003年には土地、建物、 借地権などが日本リテールファンド投資法人に339億円で譲渡されている。各テナントのジャスコも2011年3月1日に店名をイへ改め、それに最祀店内や外壁のジャスコのロゴが委員に変更された。2016年4月、従来の郊外型商業施設から都市型商業施設にも匹敵する。 ハイクオリティ商業施設への転換を図り、約50億円を投じて、館内の全面改装工事に着手。同年11月1日にリニューアルオープンした。奈良らしさを追求した、大和モダンを改装後の環境コンセプトに掲げ、奈良の象徴、天平文化の美を、現代的に翻訳し表現した環境デザインへと、刷新れた。リニューアルオープンに伴い、 専門店ゾーンを拡大し、新専門店街、ゾロがオープンした。奈良県初出店のブランドのほか、ファッションテナントや大型生活雑貨テナントなど、新たに55店がオープンした。なお、専門店ゾーン拡大に伴い、中核テナントのイオンの売り場面積は縮小した。中核テナントである、近鉄百貨店奈良店とイオン奈良店もリニューアルを実施。 近鉄百貨店奈良店は奈良県初出店となる新規ブランドの導入と売り場環境の刷新を実施。イオン奈良店は売り場全体を全面改装し、イオンスタイル奈良としてリニューアルをオープンした。さらにロゴマークを旧来のものから刷新。開業以来の象徴としてきたラクダのアイコンであるコブをグラフィックモチーフとして取り入れ。 天平文化を思わせる毛筆パターンを盛り込んだデインのロゴの使用が開始された。ロゴ表記も旧来のラファムリーからラファムリーに改められた。地下1階から6階までの南側を占める。各フロアの一覧は次の通り、地下1階から2階までの北側を占める。各フロアの一覧は次の通り、地下1階から6階までの東側と屋上を占める。 各フロアの一覧は次の通り。平日は周辺に公立高校や私立学園が密集している他、近鉄山と最大寺駅に隣接しているため、主に高校生を中心とした学生層が多い。休日は自動車を利用して買い物に訪れる家族連れが大半。平常具跡を挟んで新大宮側にはみなあら、旧伊東洋華道奈良店が位置する。また、 大和西大持駅より、京都方面へ二駅行ったところにある、高野原駅前に、同じイオングループによるイオン高野原ショッピングセンター、現、イオンモール高野原が2007年春に開業した。さらに、イオンモール大和氷山が2010年3月25日に開業した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。